タルカワノはチリビオビオ州にある基礎自治体であり、港湾都市でもあるコンセプシオン都市圏の一部。タルカワノはチリ中央部の南部に位置し、コンセプシオン県を構成する10の基礎自治体のうちの1つである。コンセプシオン県は他3つの県とともにビオビオ州を構成している。基礎自治体であるタルカワノの面積は 148.2EQ。 平方キロメートル、人口は25万348人である。人口密度は1平方キロメートルあたり1873人で、チリで7番目に多い。タルカワノの公式な建設日は、アントニオ・デイギル・イゴン・サーガが開港を宣言した1764年11月5日である。だが1544年には早くもその名が歴史書に登場している。それは、 ジェノバのフアンバウティスタ・パステネ船長が彼の船、サン・ペドロとサンティア・ギリオで海岸沿いを探検中にビオビオ側の河口を発見した都市である。1601年にはアロンソ・デ・リベラが残ったスペイン植民地を守るため、ペンコの近くにタルカワの砦を建設した。タルカワのという名前は、スペイン人が到達したその地域の住民。 マプーチェ人の族長であるタルカワノにちなむ、マプチェ族の言語マプチェ語で、雷名とどろく空を意味する。19世紀、タルカワノは、米国の捕鯨船乗組員の間でよく知られていた。新鮮な水、食料、そして、船員のための様々な娯楽を求め、彼らはしばしば、タルカワノに寄港した。 2010年2月27日に発生したマグニチュード8.8の地理大地震とそれに続く津波によりタルカワノは壊滅的被害を受け住民の80%が家を失った津波は7.5フィート以上の高さがあったとみられているタルカワノには地理海軍の主要基地があり歴史的記念館ワスカルが係留されているワスカルはペルーの総行艦だったが 太平洋戦争中の1879年、チリにより露隔された。タルカワノにはまた、チリ潜水艦艦隊の基地とアスマール造船所がある。タルカワノは、1914年に、地元のサッカークラブ、エストレイリアデルマールの選手らもムヌンサガが有名な、バイシュクルキックを発明した地として、サッカーの歴史に登場する。タルカワノはまた、 チリのサッカープリメーラディビッシオンに属する CD、ウアチパトのホームであり、エスタディオ・ラス・イゲラスを用している。タルカワノはマイルズ・スミートンの本、ワンス・スイズ・イナフの舞台となった。ジョゼフ・コンラッドの作品、ロード、ジムの人物チャーリー・マーローがこれに触れている。港のパノラマ写真、ありがとうございます。